こんにちはええー、自分はですね、えー、東京に住んでるんですけれども生まれも育ちも広島、えー、19歳まで広島にいて今46なんですが、えー、それから東京に住んでという生活をしておりますあのー、僕はですねまあカープも好きだし広島地元が大好きなので、えー、年に何度も帰省をするんですが残念ながらね今こういう状況なので。 広島おろかまあ東京を出ることそれはできないという形になっています、えー、そんな中で、えー、広島の後輩とかあ仲間たち先輩を含めるたくさんの仲間たちが広島のライブハウスをお助けようというプロジェクト、えー、リバイブ広島というね、えー、プロジェクトを始めてくれました、えー、自分のバンドギチももちろん全面的に賛同しまして、えー、T シャツの方に名前も入れていただいております、えー、それだけではなくね当然といえば当然なんですが その DJ も自分もきちんとちゃんと通販であの予約というかね注文をさせていただいております。ちなみに白をタネました。でも黒もいいなと思ってるんでちょっともう一枚行こうかなというふうに思ってはいるんですが、えー、広島のライブハウスというとですね自分の場合は高校の頃に。 よくやっていたナメキジャンクション、あの当時は船井という町にあったんですが、今はねあの市内のに移動してますけども、まあそことかあとは基地としてあともう一個別のバンドだったんですが広島に、うん、まあ外戦というかライブツアーみたいな感じでケ、えーブビーとかあそういう箱でやらせていただいております。あのー、広島にね僕帰ることできないですけど、仲間たちがその間広島をきっちり支えてくれるということなので。 えー、もし皆さんもよろしければ、えー、このプロジェクトに参加していただいて広島のうん熱い熱いこうライフハウスの炎をね消さないように、えー、できたらいいなと思っております一人、えー、でも多くの方がお力添えしてくれることを祈りつつ、えー、僕からの挨拶とさせていただきたいと思います、えー、以上、えー、ギチのボーカルガルゾでございましたありがとうございます